皆さんこんにちは、エルザです。今回はカベーラの読み方について解説をしていきたいと思います。弓を使っているとカベーラの対面って多いですよね。特にミラーマッチをしているとスピナーが確定しているので必須項目かなと思います。でも壁裏って見えないし駆け引き多いし難しいという方も多いと思いますので、今回はその解説をしていきたいと思います。ではいつも通り最初は普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではやっていきましょう。はい、今回はガチエリアですね。あー、濡れそうな編成濡れそうな編成っていうね。まあエリアの時やっぱ濡れる編成がいいよね。じゃあ頑張って弓抑えきますか、相手のね。さあ、まずは右側出て、左側1枚いったね。左にあそこ本当行きたいんだけどね、今攻撃したところね。どうしても難しいよね。うん、左の高台がちょっとな、攻められてるからな。なかなか難しいね。来てるな来てるな。うるしょさ、うるしょさ、マジで、どうにかならんマジで、うるしょに対してさ、もう、病気がごとく反応するよ、最近。痛い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 、やめてやめてやめて。頑張れ、頑張れ、味方、頑張れ、頑張れ、よし、ナイス。あ、中央は、22か、いや、人数不利か。あ、ナイスナイス、ナイスキル、そのキルでかい。やっぱ左高ちょっと取りたいけどね。まず、そうね、エリア取って、で、左高取って、で、寄せないように攻撃。こっからだな。こっから抑え込んでいきたいな、常に。はい、ウルショ来た。ウルショ来たぞ。マジでさ、マジでさ、ウルショ率高すぎるんだって。お、今のダメ。左来てるね。はい、そこ。ね、正面。やれ、味方の後ろやれ。ここいるでしょ。よっしゃ、脳天。あれはちょっと危ないかな、絶対。これどうだ、そこいる。もう後ろいない。後ろいるよね。もう無理だね。いやー、これきついね。左を取らないときついね。まあまあまあ、手前処理からしっかりね。返せばいいから。返せば勝つから。さあ、どうしよっかな。まだいる。はい。ちょっとメガホン無駄にしたけど、ここも取る。で、正面も取る。正面。正面。正面。あ、よしよしよし、取れた取れた。よし、3枚取れば。3枚取ればいけるでしょ、味方。あ、後ろもちゃんと、いや、処理してたね。よしよし、ナイスナイスナイス。やることはやった。で、また、なんかね、ウルショの方がね、ピカピカ光ってるからね、ちょっと警戒しながら。やべえなぁ。あれはでも寿司からか。トルネか。トルネだったらまだ。多分止めようで残してるんだろうなぁ、あれ。あ、来た。よしよし。取れば OK。あ、味方がガンガン上がってきてるよ。ここはちょっと弓の邪魔して、で、そこいる。はい、下げて。はい、そこをカバー。ナイス。はい、ナイス。はい、ウルショ。もう遅かったね。ウルショ遅かったね、これはね。よしよしよし。そこでもこれは大丈夫だろ。ナイスナイスナイス。結果大逆転だったね。いやー、マジで。ウルショがね、ウルショがほんとしんどい。味方もいたからよかったけど。ウルショどうにかならんかそれじゃあ本題に入っていきたいと思います。今回のメインは壁裏の読み方ということで、壁裏対面で必要な考え方を紹介したいと思います。一つ目は純粋に顔出しを見るということです。基本中の基本です。単純に対面をするなら顔出しを待つ方が楽です。またこれをしておくと相手の動きの癖を判断することが可能になります。どちらから攻撃をする傾向なのかというところですね。右から顔を出す人もいれば、左から出す人ももちろんいます。顔出しの方向でエイムのしやすさも変わるので、とても大事な要素なんですよね。
これを押さえた上で、まずその顔を出させないように攻撃をするようにしていきましょう。またこの恩恵としてお気打ちをするだけでラッキーキルを狙えることもできますので、結構大事な要素となっています。二つ目は移動を意識するということです。これは敵が壁に隠れた時に覚えておきたい攻撃方法ですね。まずこの場所の壁の場合、このように移動して壁に隠れますよね。壁裏に隠れるにも必ず一定のルートを移動します。この移動をして隠れた時間を考慮して狙う場所を変えるというわけです。移動して隠れたばかりであれば左寄り、時間が経っていれば右寄りという感じです。またこれに関しては一つ目で紹介した癖というのを覚えておくと狙う場所も抑えやすくなります。右に出る癖があるという場合は先に右を狙ったりということで直接狙ったりということもします。またこれはマップと場所によっても活用できます。タラポのこの場所に関しては左側からしか登ることはできません。そのためカウンターを狙ってくる後衛なら自然と左寄りになっていきます。こういった移動を意識するだけで相手の動きを読むことが可能となりますので、普段どう移動しているかというのを押さえておきましょう。それでは最後3つ目です。当たり判定と逃げ先を狙うということですね。これは壁裏から逃げていく相手にダメ押しをするための行動となります。まず当たり判定に関してですが、これは音が重要となります。矢が当たった音と爆発の音で相手の被弾状況を理解します。イヤープレイがいいというのはこういう場面もありますね。まあ深手なら確実に相手はその場から逃げるということがあります。ただ浅かった場合粘られるという傾向にありますね。これを音で判断するわけです。なので音でまず同じ場所を狙うかという判断をするようにしましょう。このあたりは結構慣れが必要かもしれないですね。でもし深手を終わったという場合ですが、相手は確実に逃げる可能性が高くなります。こういった相手は壁まで出てきたルートを戻る傾向があります。足場も濡れているので逃げやすいっていうのがあるんですよね。その場所を潰すようにちょっと奥目を狙って置き打ちをすると、相手が矢か爆発矢に当たりやすくなります。このように当たり判定から逃げ先を活用することで、見えない相手でも追撃を行うことができます。イメージって大事なのが分かりますよね。以上3つの紹介でした。相手がどうやって移動するかを理解しているかで大きく読み方が変わるのかなと思います。今回紹介したのはその読みをしやすくするための考え方であり、実践経験は必須なところとなります。まずは一発当てたことによりどう動くのかをイメージすることから始めていきましょう。ということで今回解説ちょっと早めに終わったのでね、このまま解説の方を終えて試合の方を見ていきたいなと思います。あ、ちょうどハンコやられたねあー、ワイプアウトだね。まあちょっと辛い、カウンター勝ってるけどちょっと辛いなっていう状況ですね。なんかワンミスしたらもう終わりそうな感じだよね。エリアカウント早いもんね。いやー、ちょっと左から味方と合わせていこうかな。あ、右いたね、今ね。あー、そこ。ここ。もうちょい奥。あ、手前で降りていたね。はい、ここ。あ、危なかったね。リッターいたよね。戻った。リッター、そこいるか。取れたらラッキー。あー、嫌な角度いるね。ハンコなぁ。ハンコさん大活躍だなぁ。よし。地雷に入ってくれた。ほらほら、やれやれ。あー、立体いる。メガホンでちょっとどけて。ちょっと塗ろう塗ろう。塗ればいける。塗ればいける。意外と相手がね、塗らないといけないんで前に出てくるから。よしよしよし。なんかラッキーキル取れた。爆発やかなぁ。これ。味方止めたら、あー、ナイスナイス。よかったよかった。ハサミ打ちできたね。ほら。これでどうだろう、ハサミ打ち。ナイスナイス。これエリア塗れば勝ち。これ塗れば勝ち。塗れば勝ち。よし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 。いやー、カウント的にもノックアウトできそうだったけどね。いやー、ナイスナイス。はい。ということで、まあ、今回は壁裏の話というところでした。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。